ミスタードーナツにやってきました。今日から新しく発売される、新商品があるということでこちらの方にやってきました。クリスマス前ということですので、ね、こちらです。シュワシュワもちもち新たな出会いの、パーティー中ですね。タピオカのドリンクとドーナツです。入ったらあと残りは別物に入れていただいたら、この3つとピカチュウは専用の箱にこれに入れさせていただきます。はい、これだけちょっと別に分けて大丈夫ですか？分かりました、お願いします。はい、今日は11月15日金曜日です。今日からミスタードーナツとポケモンとコラボしたドーナツが販売されました。お昼からちょっとね車を飛ばして見に行ってみました。すごくね可愛らしいピカチュウ と、ピカチュウの尻尾、ポンデモンスターボールと、あとは、ポンデリースのレッドストロベリーチョコの6種類が販売されました。お昼から行ったんですけれども行列がすごくて、また包装するのがね結構大変そうだったんですけれども、このような形で、お持ち帰りのセットにしますと1300円1250円という形で、何か一品好きなマグとか、プレートもしくはコースターなどとかはいただけることになるみたいです。で、私の方はですね一通り買ったんですけれども、セットにすると何か一品もらえるということだったので、こちらの白いカップをいただいて買えることにしました。商品の方はこういう感じです。はい、まずは一つ目、こちらの可愛いボックスに入った今回のコラボのパッケージになっています。ミスト&ピカポケモンですね。ちょっと開けてみたいと思います。やっぱりこの箱にね入れてもらってなんぼなんで、ちょっと楽しみです。よーぷ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 ー、こうなってるんですね。で、この真ん中をちょっと重たい、重たい、なんだこの重さは、なーにかな、すごい、これはすごい、飛び出す絵本のようになってます。かわいい、これはちょっと子供に開けさせたいやつですよね。で、うちの息子はちょっともう成人してるんで、まあでもポケモンに馴染んだねお年頃なので、きっと喜んでもらえるんじゃないかなと思っております。じゃあこれを一回出してみたいと思います。
それとですね、全種類揃わないので紙袋に入れていただきました。うーん、どんなかな、うー、今日は入ってました。この2つもちょっと並べてみたいと思います。うーい、並べてみました。こんな感じです。めっちゃ可愛いですね。これがちょっとギチギチのサイズになってて、見栄えが良いんですけれども、でももうこのキャラクターの、存在感とこのクリスマスをね彷彿させるリースの数々で随分華やかになりました、ね、セットでこれ1250円プラス、この単品を足した分の金額になっております。家族で食べるんだったらあのケーキもいいですけれども、クリスマス、期間中にこういう形でお家でみんなで楽しむのもいいんじゃないかなと思います。それでですね、とさあこちらの方です。チョイスできるコーヒーカップもしくはソーサーなんですけれども、私の方はこちらプレートではなくてコーヒーカップをいただきました。白地にキャラクターが載っていてすごく可愛いですね。これは、ポケモンなんですけども、ミスタードーナツのキャラクターでしょうかね。これはね、可愛いです。全種類欲しかったんですけどね、すごいドーナツ量になるんで大体どころではありませんので、これはちょっと一つだけにしました。こちらはついておりました。何ですかね、これはちょっと開けてみたいと思います。ジュルルルルルル、ん、お、あ、半透明になってるんだ。これ水に濡れても長く使えていいですよね。水は弾くし、こういう風に置いて、さっきのコップですね、直してしまったんですが、これを上からこういう風に乗せて使うものだと思います。これ可愛いですね。このセットとかもあったらね、ほら、あ、これ子供用、これはめっちゃいいですね。私の後ろに並んでた、親子で男の子がずっとポケモンと連呼しておりました。早く食べたい、早く食べたいと、並んでる場合じゃない、早く僕は食べたいんだと訴えてました。これは本当に人気の商品だと思います。では、食べたいと思いますが、家族が帰ってくるまでちょっと私の方はこれで一旦休憩しておきたいと思います。わーい、こんな感じです。どうでしょうか、このおやつが出てきたらすごいテンション上がりますね。私が食べたいくらいです。でもやっぱり一番喜んでくれる人に出すべきでしょうね。皆さんも近くにミスタードーナツがありましたらぜひゲットしてみてください。では失礼します。